桜も食ってるじゃん、うん、いいね、お桜んぼ。さあ、今日も桜んぼですよ。収録前です。どうも、桜んぼ TV です。どうも、桜んぼ TV だった。山形のテレビ、山形は桜んぼテレビ、桜んぼテレビ。サンドの差し入れのね、はい、甘い。甘いですか。これめちゃめちゃうまい、うん、ありがとうございます。まあ、今ね、山形の旬ですからね、うん、そうだね。桜んぼ、桜んぼうまいね。うまいですよ。豪華だよね。ね。あれ、なんで豪華になったか知ってる？わかんないです。あ、東大王が、ね、すごい。めちゃめちゃ経済がすごかったんですよ。ホテルのさ、あのバイキングみたいな感じ。ビュッフェみたいな感じで、はい、なんとプロデューサーが一緒だったんですよ。あれっつって、同じ番組でね、なんでこうも違うんですかって言ったら、徐々に。やっぱ高卒だからじゃないですか。高卒だからね。高卒号はないですね。東大王だもんね。じゃあ駄菓子がでも充実してから、うん、そうね、うん、そう。でもこれはサンドの差し入れでしょ。はい、これはね、こういうのをね、間に食べてね、うん、そうです。おいしいさくらんぼを食べテンション上げて挑んだ放送がこちら。圧倒します。本当、マジヤバいです。サンドイッチマンの地元仙台飯ぶっ潰してやるから、これ。アンガールズの地元広島飯、どっちがうまいのか激突。うめぇ、嬉しいな。さらにジャンカ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 。ほら、どうなってる。人気若手芸人によるジャンカジャンカネタ選手権も、なんと日村も参戦。僕らの、あ、まだか。そして、ちょっと当たっちゃった。田中と山根が喧嘩。自分も大した人間じゃないのに。おい、何だお前。全員じゃない、お前だけは言うなって。世の中話を聞けよ、お前。話を聞けよ。いや、聞け。バナナサンド8月10日火曜夜8時。